どうも皆さんこんばんは、ゆいかいです。今回はですね、なんだろうというか、ちょっと時間がちょっと空いてしまったんですけど、久しぶりにね、嘘つきゲームやっていきたいと思います。なんで休んだかは、ちょっとね、余談になるんですけど、足の方を痛めてしまいまして、多分僕の場合はね、月に4回とかそのくらいに痛めちゃうんですけど、ちょっと、しれっと始めちゃいましたけど、今回は嘘つき会からのスタートとなります。では、誰が犯人だ、誰が殺人鬼なのか、それを見つけていきたいと思います。結構ね、この時点で誰が犯行したのかなんて結構ね、わかりやすいと思うんだけど、多分ね、気のせいかもしれないけどね。それでは、本日の嘘つき会議を始めます。さあさあ、誰かの嘘に気づいた人いますか？はい、僕はこいつが怪しいと思う。だって、やっぱり記憶がないとおかしいよ。この状況ではやはり疑わしいですよね。相変わらず記憶喪失のままです。その通りだ。しかもこいつが殺人鬼だって証拠を見つけたんだよ。俺が殺人鬼の証拠？そんなに自信があるなんて、よっぽどの、あ、いや、よっぽどじゃないわ。ちょっと、そういう読み方になっちゃうんだけどね。よほどの証拠なの？もったいぶってないで、早く見せてよ。そりゃもう、この証拠を見つけた時は鳥肌立った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 。ちょっと髪まくってな、もう久しぶりにやるから髪まくっちゃうよ。俺には確かに過去の記憶がないけど、自分はそんな人間じゃないって信じたい。とにかく今こいつが殺人鬼だって、どうにかして証明してやる。お前を処刑してこの狂ったゲームを終わるよ。多分どうせ終わんないだろうけどね。ちょっと待ってくれ。俺は逆に大地さんが何か隠してると思うんだ。は？根拠もないのに言い返す子供っぽいぞ。お前もだろ。根拠ならあるんだ。お、盛り上がってきましたね。それでは、張り切っていきましょう。嘘つき会議、スタートです。ちょっとこの音楽好き。ちょっと、個人的だけどね。証拠って何見つけたの？ほら、これさ。は？決定的証拠だよ。ほら、これ、お前の子供時代だろ。顔がそっくりだよ。それだけ。いや、ちょっと待って、ちょっと待って、いや、聖子さん。確かに、少し顔つきが似ていますね。でもさ、思ったけどさ、少し顔つきが似てるだけじゃん。それだけでさ、犯人とかだ断定すんなよ。お前、いい加減にしろよ。ちょっと、それだけで犯人と断定するのは良くないよね。いやー、待って、なんでこの動画撮るタイミングでなんで口内炎になっちゃったんだろう。しかも口内炎治ってくれてもよかったしね。母親殺されてる？マジで？俺の母親殺されてる？これ本当に俺なのか？やはり思い出せない。この状況で母親殺されてるなんて怪しすぎよ。こいつが殺したんだよ。こいつが殺人鬼で間違いないよ。証拠品確認があるんだけどさ、この情報を見たらお前しかいないんだよな、この状況下で。でもさすがに、あ、違う、これマサオ、マサ、マサキさんだ。全然違った。でもさすがにこの年齢で早く殺すなんて不可能なんじゃ。確かにこの写真だとまだ小学1年生ぐらいの年齢ですよね。でもさ、確かなんだっけ、どっかの、のあれ、どっかのあれだか知らないけどさ、確かなんだろう、赤ちゃんが、結構これ余談になるんだけど、赤ちゃんが、アメリカだっけ？アメリカのどっかの国で、家に弾の入ったね、銃弾、ショットガンかな？あって、それをたまたま、赤ちゃんかな？赤ちゃんが引いちゃって、そのまま、母親が殺害されるっていう。しかもリモート中に。だから結構最近なのかな？最近なのかわかんないけど、そのくらいに起きた、そのね、起きた事件があったんだよね。だから、実際本当に
あるんだけど、でその後あの銃に弾を入れていた だとか、そういう子供 の目につくところとか、じゃ目につかないところにとかに置いとけっていう、待ってあれって表示されるんだね。で、それ目につかないとかで、あの父親が逮捕されるっていう事件もあったらしいんだよ。本当にあったらしいんだよ。何の話だって、ね、まあ、だから実際そういうのはあり得るんじゃないのかな。こいつならやりかねないよ。お前、俺の性格を何を知ってやってるんだ、てめえ、言うんじゃ。うん。これを見ても何も思い出すことはありませんか。悪いけど、覚えてないんだ。でも、この情報だけで俺が殺人鬼だと言い切れないよ。確かに証拠としては弱いですね。こんなにヤバい過去を持ったやつだから、今すぐ処刑した方がいいよ。おいさっき、なんだか前回のあれ、もう前回のなんだっけ、覚えてないけど、前回のなんだっけ、もうわかんねえわ前回の誰だっけ、シンジさんだ、シンジの時もそうだったけどさ、実際そんな、なあいつも過去っていうか、あいつなんなら情報持ってきてたんですよ。まだこっちの方が、この、ね、おデブちゃんの方がまだマシなのかな。証拠って、まさかその記事だけ？ああ、そうだ、汗。でもこれで十分じゃないか。さすがにこれだけじゃ無理があるんじゃないか。確かにね、こんなクソみたいな情報でどうやって、で、俺らを殺人鬼だと、決めつけられるんだい？じゃあ、あんたこのデブが怪しいって言ったけど、何か証拠でもあるの？このデブって僕のこと？あ、ごめん。大地さんが殺人鬼である証拠を見つけたの？ああ、あるよ。嘘。じゃあ、俺の方から質問してもいいかな。大地さん、あなたは現在、母親と暮らしながら漫画家を目指しているんですよね。本当に漫画家を目指しているんですか？本当に漫画家を目指しているよ。失礼なやつだな。でも漫画を描く時間なんて大地さんにはないはずだよね。これじゃないな。これかな？ラグラグのやつ。やつ。アイテムギャグ度が上がった。今月だけで600時間ログインなんて。典型的な寝とけ配信ですね。こんなに長時間ゲームしてたら漫画なんてとても描けないよね。しかもすごい課金額、50万円。これを漫画描くために必要なんだ。それに自分の金でやってんだから僕の勝手だろう。ふーん、自分の金ね。ちょっとだんだんね、あれね、主人公がね、むしろ追い詰める左右に入ると、すっごい煽るように言っちゃうんだよね。ちょっと感情をこもっちゃうね。いや、自分の金、母名義の、これかな、母の通帳グッズレクト。それはこれは君の母親の預金通帳だよね。貯金がどんどん、普通に主人公かと思っちゃった。貯金がどんどん減っていますね。ウィーゲームからの引き落としばっかりだね。母親のお金で課金とか最低。母親が一人で生活できないから俺が管理してるんだ。だから母親の金をどう使っても俺の勝手だろ。でも母親の貯金をこんなに急に課金して母親は何も言わないわけ。確かに大地さん、お母さんと一緒に暮らしてるんでしたよね。注意されてもおかしくなさそうです。そんなことお前たちには関係ないだろ。そのことなんだけど、大地さんの母親は何も言わなかったんじゃなかったよ、じゃないよ。それはどういうことでしょう。大地さんのお母さんは何も言えなかったんだ。これ多分真ん中だよね。お母さんはもう死んでいるから。
なんだろう、そのまあ後で見ればいいんだけど、お前このまあ、ちょっと、まあ、デブの話だと置いといて、このね、母名義の通帳を見ると、ね、生命保険が引き落とされてるんだよね。これはつまり800万円の生命保険が降りてるってことは、つまりこれ母親が死亡して生命保険が降りたってことなんじゃないのかな、多分。お前よくもそんなデタラメ言いやがって。別にデタラメじゃないよ、確信をつけ。そういう感じで言ってないでしょ。通帳に生命保険の振り込みがある。セレクト相手の疑惑とか終わった。あ、本当だ、生命保険の振り込み利益がある。確かに生命保険料として母をさ、お母さん、お母様の口座に800万円の振り込みがありますね。ということはやはりお母様は、そうだよ、母は死んだよ。だが俺は殺してない、病気で死んだんだ。お前に勝手に殺人鬼と言われる筋はない。俺は必死に母を看病したのに仕方がなかったんだ。俺はお母さんのことが大好きで、死んでしまった時は悲しくてたまらなかった。思い出したらまだ涙が、演技はいいよ大地さん。大好きな母親ならこんなとここんなことはしないはずですよね。あ、これだ、留守電。いわば、まあ不在着信、いわばつまりその電話を無視したってことだよね。これは病院からの留守電？なぜそれを。もしもし、4位の者です。トシカさんの息子さん、お母様の容態が心配です。早く病院に連れてきてください。もう1ヶ月以上病院にいらっしゃいないですよね。何度も電話しているのにどうして電話に出てくれないんですか。そうでないとお母様の命に関わります。これは病気の母親を放置していたんですか。俺は知らない、俺はそんな留守電知らないぞ。病院の留守電から察するにお母様の命が危ないのか分かりますね。さっきの嘘泣きだったの超ダサいんですけど。黙れ、お前ら全員で俺を侮辱しやがって、訴えてやる。やば、なんか顔ぐっちゃぐちゃになってる。いや、なん、ちょっと待って、顔ぐっちゃぐちゃになってるのは、泣き崩れているという、まあそんな感じのだったら分かるけど、なんでメガネ割れている。メガネ割れねえだろ普通。何があったよ。非難されるのも当然です。だってあなたは確信をつけ。あ、これだ、寝とげに没頭し母親を見殺しにした。これでお前も終わりだな。さっさと、しかも母親の貯金を使ってネトゲ三昧。そしてネトゲに夢中になるあまり母親を病院に連れて行かなかったんだ。これはお前が母親を殺したの当然だ。ちょっと待って、読み上げるの前に嘘発覚しないで。でもさ、正直言っちゃうとさ、さすがにさ、ねえよこれ、人間として本当に終わってると思うよマジで。さすがに誰もす、本当に家族、どうだろうか、まあ分かんないけど、本当に大切な人とかが、まあもう俺の場合だよ、大切な人とかが本当になんか病気とかになっちゃった場合、本当に多分すぐ病院行かせるよ俺は。多分車がその場になかった場合、俺多分担いででも行くよ、多分担いででも行くよ。山の奥にいても多分俺は担いででも行くからね。俺の自分の命を犠牲にしても行くからね多分。
60以上放置しちゃった。ごめんなさい。終了。さざまだ大地さん、もう反論はないですね。てか、母親の貯金までネタゲに費やすとか、人として終わってない。いや、本当にそれは思った。だって俺こんなクソ野郎俺見たことないもん。うるさい、うるさい。まあ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 、母親を殺、ね、母親をね、殺したやつに言われたくないですかね。あのクソバオがあるんだ、勝手に死にやがって。ええ、その金で寝とげ三昧をしていたのはお前だろ。息子に見殺しにされたなんて、お母様はとても悲しかったでしょうね。うるさい、俺は悪くない。俺はただ、俺はゲームしてただけだ。いや、君がやったことは立派な殺人だよ。病気の人を放置するなんて。確かに、やってる行為は殺人そのものだね。そんな、死にたくない。そんなこと言っても、もう逃げられませんよ。それでは、処刑を開始します。第2回処刑さ、主演サムソン大地。立ててねえじゃん、お前。お前、よくあの、いや、天国への導き。どういうこと？わあ、何すんだ？おい、どうするつもりだ？だ、やめろよ。お願いだ、もうやめてくれ。ちょっと、待て。すごいね、風船だったね。多分実際こんな風にはならないと思うけどね。母には、母ちゃん、母にはじゃねえや。違う、母はもういないんだわ。またなんか上野のあれに残ってるよ。彼には、母親の代わりにはたくさんの薬を注射してあげました。謎の液体を大量に注射され、大地さんの体は弾け飛んでしまった。またまた見事でしたね。大地さんは母親の貯金を食い潰し、自分は寝とげ三昧。母親は病気で動けないのに、病院にも連れて行ってもらえず、苦しみながら死んでしまいました。寝とげに夢中になって母親の命を奪うなんて、本当に救いようのないクズですね。結果的には大地さんも殺人鬼だったんですね。これで残りが5人になったわけか。でもこれで全ての殺人鬼が処刑されたんじゃないですか。確かにもうこれでゲームは終了かも。それでは現在2名の殺人鬼が処刑されてまいりました。これさ、思ったけどさ、俺さっき証拠品のあれでデイ2ってことさ、でデイ5までデイ5までデイ2だったのよ。デイ2なのかな。2日目だったよ。で5日目だったよ。絶対5日目では続くやん。まだいるんでしょ。これでこのゲームは続行です。まだ嘘つきの殺人鬼が残っているようですね。殺人鬼を全員見つけるまで頑張ってくださいね。そんなまだ殺人鬼がいるなんて、もう、いや、皆さんどうしたんですか。そんなに暗い顔しちゃって、たまらない疑心暗鬼と絶望感、いいですね。明日は誰が殺人処刑されるのかな。早く殺人鬼を見つけ出して、みんなでここから脱出しましょう。すでに2名の殺人鬼が暴かれ処刑されてしまった。しかしまだこのゲームは終わらない。つまりまだ殺人鬼が残っているということだ。一体誰が殺人鬼なんだろう。いやー、これワンチャン本当に主人公も殺人鬼説あるからね。それにしても、あの瞬間の記事、あれは本当に俺なんだろうか。いや、でもこういうこと言ってるってことは、本当になんかそういう感じもあるよね。ワンちゃん。俺は一体何者なんだろう。まさか、殺
殺人なんてしてないよな。俺自身記憶がないわけだし、正直自分が殺人鬼であってもおかしくない。そう考えると体が震えるのを感じた。まさかこの俺が人を殺せるわけないよな。やっぱね、やっぱこの大地だけ、なんか焦り顔がちょっとなんかブサイク。さあ生存人数5人、まだ続くってことか。怖いな。この謎の施設に閉じ込められて3日目の朝、俺たちの精神は限界を迎えていた。それもそうだ、俺たちは自分たちの手で2人の命を奪ったんだ。2人の命、俺たちというより主に主人公だけどね。にもかかわらずまだ嘘つきゲームは終わらない。まだこの中に殺人鬼がいるのだ。残りのメンバーは俺を含めて5人。今できることはとにかく殺人鬼の証拠となるものを見つけることだけど。思ったけどさ、これで3日目じゃん。で順にさ、あれ1人ずつ、殺されていくじゃん。そしたら3人脱出できるってことなのかな。そういうことになるのかな。今できることはとにかく殺人鬼と証拠となるものを見つけることだけだ。今日はどっから探していこうか。キャー、よく出したな俺。よく声出たな。姫、力か神々、とにかく急ごう。地下のプレイルームに駆けつけると、入り口で立ち尽くすミクさんがいた。ミクさん、どうしたんですか。あれ、え、そうでしょ、マジで。